相続認知症対策の救世主リースバックとは、高齢者が住み慣れた持ち家に住み続けられ相続認知症対策にもなる仕組みリースバックを解説します。まず高齢者の家を不動産業者が買い取ります。同時に不動産業者を大家、高齢者を借り主とする賃貸借契約を結びます。高齢者は退去することなく家にそのまま住み続け、売却代金の中から家賃を不動産業者に支払っていきます。相続が発生したら子供は残った売却代金を相続し賃貸借契約を解除。自分のマイホームがある子供にとっては相続手続きが楽になります。また通常は施設に移るときに認知症が進んでいると家の売却はできなくなりますが、リースバックなら賃貸借契約を解約して退去するだけ。このような便利さもあってか現在利用者が急増しているそうです。ただし悪質な業者もあるので注意を。キャンセルに高額な違約金の請求、極端に低い査定で買い取り残りの人生の家賃が売却代金を超える、定期借家契約で再契約を拒み追い出そうとするなどの例が報告されています。鈴の司法書士事務所。